岩尾別川は、北海道斜里群斜里町を流れオホうツク海に注ぐ、普通河川である。北海道北東部の知床半島中央に位置する、ラウス岳の西側斜面に源を発し西へ流れ、オホうツク海に注ぐ。源流の一つはラウス岳登山道沿いにある名水、矢崎地水である。本流の岩尾別川の中流には、岩尾別温泉があり、知床横断道路と、 平行する支流の赤い川の流域には、日本有数規模のカッテッコウの巨大な路頭が存在する。アイヌ語で、硫黄が流れる川という意味を持つ。このため言語に近い岩うべ川として表記されることも、ある。流域の全域が、知床国立公園に指定され、川周辺では、エゾシカやヒグマなどの大型哺乳類、エゾシマフクロウなどの猛禽類が生息するなど、 豊かな自然環境が形成されている。秋に遡上する白酒、カラフトマスは、全量、川口付近の酒マス付加場にて捕獲される。一部については、酒マス付加場から上流に再放流されるが、これを目当てに、ヒグマが出現するようになり、近年、それを追いかけるようにカメラマンが詰めかけるようになった。川と並行する長道には、 ヒグマを撮影するための望遠レンズの法律が並ぶこともある。撮影競争が加熱し、不足の事態も想定されることから、2004年には熊ッけのための電気柵が設置された。昭和初期から漁業が営まれ、昭和40年代以降は観光開発が進められている。川口付近に位置する酒マス付加場は、捕獲量、放流量で、 日本一を記録したことがあり、石碑が混流されている。下流域には、知床五湖へ通ずる道道橋が架けられ、中流域には岩尾別温泉と、上流域にはラウス臼岳登山道があり、観光資源に富んでいる。支流の赤い川では、昭和30年代まで鉄鉱石の採掘が行われたが、輸入鉱石の増加により、採算が悪化し、早々に撤退している。 岩尾別川流域の地質は、源流が活火山であるラウスだけであるためもろく、しばしば土砂災害が発生している。1980年代には、土石流の流下により、岩尾別温泉に至る町道の大部分が流出し、温泉の宿泊客が孤立する騒ぎとなった。ありがとうございます。